ありがとう。このよ、浮かれ大将みたいな格好が僕には理解不能な価値観ですわ。派手だし窮屈だし目立つし、何より名前も知らない奴が親しげに声をかけてくる。こんな恐ろしいことあります？拙者はもう限界です。一刻も早く抜きたい。インタビューですと？僕に？いやいやいや、ご冗談を。控えめ系男子の僕にはとてもじゃないけど不可能。お断りさせていただくっすわ。ダメなの？融通が効かないな。ちょっと待って。はい、いいよ。じゃあちゃっちゃと終わらせてよ。大勢のリア充生徒から声をかけられるなんて、拙者にとってはガチの拷問でしかない。みんながみんな大勢から誕生日を祝われたがっていると思ったら大間違いだよ。誕生日なんて寿命が1年減るだけじゃん。嬉しいわけな。あ、やっぱ嘘。今の訂正する。だって二次元には素晴らしい誕生日イベが溢れていますからな。限定ボイスを回収して、それから誕生日ストーリーも読んで、拙者今日も朝から大忙しですわ。だからもう部屋に帰っていい？ダメですか？そうですか。拙者の話なんて誰得って感じですし、もう十分では？直接話したら早く終わらせてくれる？それならいいよ。お菓子だよ。美味しいし、ゲームしながらでも手軽に食べられるし、完璧じゃない？中でも好きなのはチーク系の駄菓子。水を入れて練ったり、粉をまぶしたり固めたり。お菓子自体がゲームみたいなものだから、ついつい集中して遊んじゃう。ふい。色や形を自在に変えられて実に面白い。子供が遊ぶものと思ってたら大間違いですぞ。生魚、生臭いし生ぬるいし、食感もぬるねちょベタって感じだし、食器を用意しなきゃ食べられないとか面倒。手間がかかって最悪ですわ。栄養なんて体に摂取できればいいわけだし、バランスの取れたブロック菓子で十分。はい、論破。少しはマシな質問もできるんだ。もちろん、至高の音楽を究極の音質で聴くためさ。最高の音色で楽曲を楽しむのが、名作を生み出したクリエイターへの礼儀だからね。あ、それとノイズキャンセリング機能も重要。外界をシャットダウンするのも目的でした。拙者は推しのアイドルグループがありまして、その曲が大好きですな。アイドルの魅力は容姿だけじゃないですから、両極のないグループは推せないですから。ガケモだよ、ガケっぷちモイラス。知らない？これだからバンピーは。老練なダンスと濃厚なボーカルで大人気な3人組だよ。彼女たちの神曲を聴いてると、ついついライブ会場みたいに氷やクラップをしちゃったりして。ふぃ。興味があるなら音源貸しますが。いや、無理だとは言いません。話したよ。これ僕に何の得があるのさ。
一応主役かっこわらなんだけど、僕の意見は尊重してもらえないわけ。両親からのプレゼントはゲームが多かったよ。テレビゲームとかボドゲとか、部屋でも遊べるやつ中心にいろいろと。もらった日は大喜びでオルタと一緒に遊んだ。小さかった頃はいつも僕が勝ち越しちゃってさ。ま、拙者天才ですから仕方ないんですけど。でもその度にオルタが悔しそうにしてるから、少しずつ遊ぶゲームを変えていったんだ。ルーレットとかサイコロとかを使うアナログのゲームにね。それならテクニックがなくてもオルタも一緒に楽しく遊べたから。まあ誕生日だし、一応兄だし。もっとも今じゃオルタにコンピューターゲームで勝てるわけないんですけどね。本当に最後もう限界なんですか。日付変わった瞬間にネトゲ仲間からお祝いチャットがたくさん飛んできたよ。ああそうそう、戦友マッスル紅石がレア武器をプレゼントしてくれましたな。いやー、胸熱展開でしたわ。はあ、面と向かっていなくてもネット上のお祝いだけでいいのに、チャットやメールよりも会って話すことが重要だなんて、もはや前時代の価値観だね。陽キャは視線を合わせたり笑いかけたりするのが相手にプレッシャーを与えることを認識すべき。その点このタブレットを使って会話する拙者は気配りができる真の人格者だね。